こんにちは、トイミュージックの今井明です。こんにちは、音楽家の久保公隆です。はい、これは、昭和初期に作られたイロハオルガンです。ヤマハオルガンと書いてあります。ここに何かありますね。これね、僕今日初めて見たんですけど、ドレミが書いてまして、うん、でこれキーに合わせてこれをスライドさせて、これを目安に弾くと違うキーで弾けるという。なるほど。きっとこれ当時画期的だった仕組みじゃないかなと思いました。そうですね、うん、いいですね。はい、じゃあ今日はこのイロハオルガンを中心に演奏したいと思います。それではどうぞお聴きください。Thank you.